気象庁が発表した7月から9月の3ヶ月予報によると7月と8月は全国的に平年より気温が高く猛暑となる見込み9月も東日本、西日本では高温傾向が続き厳しい残暑となる見通しですとなれば気になるのは夏の電力夏場は1年で最も電力消費が増える時期ですが確保できるのかさらに 今後、日本は生成 AI 向けのデータセンターの新設などで2050年には国内の電力消費が4割近く増えるとの予測も供給能力は追いつくのかそして電気料金は電力事情を展望します。 この先に関してもちょっと見ていきたいと思います。日本の電力消費は人口減少や省エネで今後減っていくと見られていたんですが、逆に増える可能性が出てきたんですね。電力中央研究所によりますと、データセンターを新設する企業が相次ぎ、日本の電力消費が2050年に最大で37%増えるとの予測があります。松尾さん。 これ供給側は対応ができるんでしょうか、はいあのまあ、実はです、ね、あの少しちょっと振り返ってみますとこの2021年の数字からひも解いてみるとです、ねまあ、増えるというような絵になっておりますけれども 実はあの日本はです、ね、東日本大震災以降です、ね、電力需要というのは減少傾向でございまして、うん、まあ今回です、ね、これ需要が増えるとしてもい、ねまあ、わばあの減少分を取り戻すこういうようなあのイメージになると思います、まあ、しかしながらです、ね、ここからさらに上振れする可能性も指摘されておりましてあの不確実性が高い状況とこのように言えると思います、うん、それはあのデータセンターの新設計画を見てみてもということなんですが。やはり 集中している部分がありますすよねねそうでまさにです、ね、こちらあの、まあ、私どもでちょっと取りまとめた数字でございますがやはりあのデータセンターの需要、ですね東京、関西、あとは北海道というエリアに集中しておりまして、はいまあ、特にです、ね、東京電力管内のです、ね、電力需要の増大、これはあの非常に大きなものになりそうだというふうに考えられます。うん これ、海外ではその先行した例があるということなんですが、はい、アメリカのテキサス州ですね。これどういうふうに対応しているんでしょうか？はい、あのまあ、つい先日ですね。テキサス州ではですね。まあ、データセンターの増加であったりとか、人口増加によってですね。まあ、今後6年間で電力需要が倍近く増えると、うん、まあこういうですね。まあ、なかなか衝撃的なですね。見通しが示されているような状況でございます。はい、これに対してですね。テキサス州政府はですね。まあ、天然ガス火力発電所の新設を支援すると。 こういう方針でして、あのまあ、これちょっと踏み込みますと、日本でもです、ねまあ、政府はあの老朽化した火力発電所、これのリプレースをです、ね、促す制度を設けています。ただ、条件付きでして、まあ、将来、ゼロエミッションを火力化するという条件付きですので、まあ、日本でもで、ね、LNG 火力発電所のリプレースが進むと、このように考えられますこちらは政府の電源構成の目標ですが、2022年度の段階では、火力発電が7割以上。ただこれ以上 火力発電が増えるとなると CO2 の排出を実質ゼロとするカーボンニュートラルとは逆行するということで政府としてはここから30年度までに火力を減らし原子力と再生可能エネルギーを増やす計画となっています。 ただ、先ほどあの AI のデータセンターの新設等で電力需要、さらに増えていくのではということもありましてこのあたり本当にうまくいくのかどうか実現性どう見ますか、はいまあ、あ2012年の,ですねまあこの再生可能エネルギーの固定価格買取制度という制度ができまして太陽光発電、これはあの大量に導入が進んできたんですがもう設置できる場所があの残り少なくなってきていると、はい、例えば屋根の上とかですね 状況になってきています。うん、で、今後ですね。再エネで有力と見られているのは洋上風力発電でございます。 まああの政府とですね民間の官民協議会では、うん、北海道、東北、はいえー、九州この三つのエリアにですねまあ非常に大きなポテンシャルがあると、うん、まあこのように示しているんですがちょっとですね送電線の状況を見ますといずれも課題があるというふうに言えます、うん、こちらがその送電線の状況ということですよねはい、えー、でこの図はですねまあ全国の送電系統と空き容量を示したものなんですが、うん、まあ少しですねちょっとこれあの古い指標でございましてまあただちょっとですね。 分かりやすいので、はい、今回あの出させていただきました。で、色分けはちょっとし信号機のイメージでですね。うん、青信号はあの渋滞なくですね。電気を送れます。というようなエリア。うん、あとあのあ赤いところはですね。まあ、あの赤信号、ちょっと渋滞がたくさん発生してますよと。こんなイメージであの作っているんですけれども、はい、はい。まあ、例えばですね。赤色の。 北海道とか東北これ洋上風力はですねすごくポテンシャルがあるというふうに言われていますけれどもまあ、これ今ある送電線ではですね渋滞を起こしてしまっていて、まあ、なかなか送ることができないというような状況作っても送れない、はい、ということなんですねで九州はどうでしょうか、はい で、九州はですね、青色が多いんですけれども、うん、ただですね、あの、これ、九州は太陽光の導入に比べてですね。電力の需要がですね、まあ、少なくなってきているというような状況で。うん、まあ、あの、太陽光発電などのですね、再エネの出力抑制が起きているというような状況です。まあ、こういう状況を、あの、解消していかないとですね。洋上風力発電の足かせになる可能性はあるかなと感じております。ただもう。 この状況というのは分かっていることなので対策は取られているんですよね、はいえー、とやはりですねこの送電線をですね増強する、うん、こういうような動きはですね出てきているところでして例えば九州と本州をつなぐですね送電線であったり、うんまあ、北海道と東北と、まあ、あの新潟県の辺りですね、はいまあ、この辺りをつなぐようなですね、うん、海底の送電線をあの結ぼうと。 こういうういい計画は出てきてきるような状況です、うん、完成というのはどれぐらいででそうですねあの今あの、2030年から40年というふうにあの言われていますけれども、はいまあ、少しちょっと計画のです、ね、実現時期があの少しあの不確実性があるかなというふうには感じております、うん、例えばその太陽光発電、あの設置する場所が日本にはもう少ないという話ありましたけれども、うん、新しい技術としてペローブスカイト、曲がる対応でうん、うん。 太陽光発電電池とか出てきていると思います。またあの蓄電池が今後どんどん技術発で発達していくと思うんです。このあたりにはどれぐらい期待したらいいんでしょうか。はい。まああのやはりこのペロブスカイトのあの太陽光電池太陽電池についてはですね、うん、これはあの国産の技術だというのは非常に大きなポイントとして申し上げることができると思います。まあ、太陽光パネル今現状はですねかなり輸入にあの対るあの状況が増えてきておりますので、うん、まあ、やはり国産の技術でですねあのこう採用をしっかり 自給していく、まあ、そういう意味では可能性はです、ね、あの非常にポテンシャルあるかなとで蓄電池についてもです、ねまあ、今、系統用を含めて増えてきているという状況であるんですが問題は役役割割だと思いますす、はいはい、分担ですねやはりです、ね、この太陽光や風力といったようなです、ね、あの再生可能エネルギーはですね 発電するタイミングは、例えば太陽光であれば昼間しかも晴れているタイミングであの集中いたしますし、風力発電もですね。まあ,あの風が出ている時ということになってきます。うん、まあ、あの好きなタイミングで、あのこうスイッチを押せばですね。電気を使えるというわけでは、なかなかこれだけに頼るとですね。難しいということはございますので、はい、まあ既存の技術やですね。まあ,あの、それこそ原子力のようなですね。技術も組み合わせながらですね。うん、まあ,あの、このカーボンニュートラル時代のですね。ミックスと。いうもの 考えていく必要があると思います。うん 今のお話を伺っているとやはりその安定供給その再生可能エネルギーでは安定供給のところが課題になってくる一方で、まあ、あ LNG 火力とかになってくると脱炭素の問題がちょっと難しくなってくるということで両立のハードルというのはかなり高くなりそうですが松尾さんが今後考える現実的な解というのはどういうふうういふななことなんでしょうか、はいあのまあ、先ほどです、ね、あのご紹介しました米国ではや,やはりです、ね、天然ガス火力と再エネの組み合わせ、まあ、これが一般的に あの議論をされています。けれども、ご指摘のとおり、これではカーボンニュートラルは実現できないという課題がございます。やはりあの火力発電所もですね。ゼロエミッション化に向けてま水素やアンモニアを使うというようなですね。あの実証実験始まっております。し。まあ、あの原子力発電所やですね。再生可能エネルギーあとはですね。ま蓄電池を組み合わせてですね。まこのカーボンニュートラル時代の最適なエネルギーベストミックス、これを考えていく必要があるというふうに考えます。うん 山川さん、いかか。がですか、うん、あの原発も今はまあ再稼働の、ね、話になってますけどどこかで新設をしていかないと難しくなるわけですよね、その新設の議論というのがどうなっているのかあの原発も新設する場合というのはもう本当に1兆円かかるという話も出てるんでね。政府が本気になって補助したり債務保証をやったり、ね、いろんなことをやらない限りもり電力会社も前に進めないと思うんですよ。ここはどうなっているんでしょうか。